はい、どうも覆面ぼっちです。はい、こちらにもババンと出ておりますけれども、今回は鬼滅の刃ウエハースの第7弾、こちらをね開封していこうと思っております。すいません、動画としてお届けするのがだいぶ遅くなってしまいました。もう旬も過ぎ去っております。店頭でももうあまりお見かけしないところもあるかと思います。ただですね、こちらを4ボックスお迎えしておりまして、全35種類のカードをコンプリートしたいと思っております。おそらく皆さんの方がこのカードの使用感っていうのはもうご存知でしょうからね、タン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 とリズムよくいきたいと思います。いざ開封、よろしくお願いいたします。エンボス加工やホロ白押し仕様なんかもあったりとかして、まあ、かなりね豪華な、カードになっているんじゃないかなと思います。ノーマル枠のビジュアルカードが12種、レア枠のキャラクターカードが14種、スーパーレア枠のキャラクターカード、6種、そしてシークレット、スペシャルカードが3種類と。ワンボックスに20袋入っておりますので、まあまずね、序盤、どんな感じで展開していくのか、被りなしでまず揃うことができるのかも、見ていきましょう。では1枚目。シュッ!うわ、すげえ!ダキ牛太郎。使用感めちゃめちゃいいですね。プラス製のものになっておりますけれども、上部には白押し仕様がね、あります。うわ、すげえ。背面の仕様もめちゃめちゃいいですね。ダッキー牛太郎のね、この人間時代の時の、ワンシーンと。あー、ここもなんか初めて見るデザイン。梅ですね。それが、これノーマルなの?うおー、煉獄さん。うわ、すげえ。これはホログラムと白押し仕様ということなので、スーパーレア枠じゃないかなと思うんですけれども、綺麗だね。この炎の揺らぎをひときわこう輝かせてくれてるような感じがしますけれども、やべえ、これ他にどのキャラクターがいるんだろう。この煉獄の赤き炎刀がお前を骨まで焼き尽くす。すげえ、あ、やっぱりスーパーレアだ。うわ、すげえ。シュッ、おお、サネミ。うわ、綺麗だね。これもキャラクターの背面の部分にゴールドのメタリック仕様を使ってくれております。かっこいいね。いや、すごいね。めちゃめちゃいいね、これ。縮小したキャラクターへと切腹するからなんだというのか、死にたいなら勝手に死に腐れよ。すげえ。普通のレア枠でもすぐめちゃめちゃ高級感あるよ、これ。シュッ、おー、無一郎くん、かわいい。いいね。今、ウエハースどうしようかなと思って、こっちにこうやって。あ、でもちょっとサネミと色の系統が違う。ここですね。うわ、すげえ。ちゃんとキャラクターごとによって変えてくれてるし、背景をね、光に照らすと、やっぱキャラクターごとでね、ちょっと模様の部分も変わっております。素晴らしいね、これ。くだらない話に付き合ってる暇ないんだよね。うわ、すげえ、めちゃめちゃいい。シュッ、うお、すげえ。天元のキービジュアルじゃない、これ。うわ、すげえ、めちゃめちゃかっこいい。これはでもおそらくノーマル枠ですよね。ノーマル枠は場面車になってるんだね。面が完成した、勝ちに行くぞ。いや、すげえな、これ。牛太郎も一緒におりますね。シュッ、おお、炭治郎、かわいい。いいね。こちらのキャラクターカードの方は、カードのサイズ感に合わせてなるべくね、こうキャラクター絵を引き伸ばしてくれてるというか、アップで描かれておりますので、ここの部分のね、サイズ感というかね、キャラクターの引き出し方っていうのはめちゃめちゃいいと思います。そうそう、ね、ここの引きの絵でね、全身像を見ることができるっていうね、裏表でね、どちらもこう楽しめるような感じがしますね。人は心が原動力だから、心はどこまでも強くなれる。めちゃめちゃええやん。シュッ、おー、義勇さん。うわ、めちゃめちゃかっこいいね。花びらのね、一枚一枚の描き方とかもすごい綺麗だね。そして、水の呼吸を使う義勇さん。綺麗だね。勢いある水しぶきも、ホログラムと相まって、とても綺麗な見え方ができます。スーパーレア枠は、そっか、柱の方たち単体の絵柄になるのか。うわ、これいいよ。俺が来るまでよく耐えた。あとは任せろ。うわ、すげえ。スーパーレア枠は6枚ありますので、他の柱の方たち、みつりちゃんもいるのかな?期待大だね。うわ、すげえ、キービジュアルだ。炭治郎とルイくん、ナタグモ山編のところを描いてくれた書き下ろしですよね。懐かしいね。画面車になっております。この小回りのね、使い方めちゃめちゃ好きですね。フォントの使い方がさ、こう明朝体とかじゃない、なんか独特な字体ですね。すげえ。シュ、おー、忍、かわいい。いや、忍もね、とても可憐な感じがしますね。カードとしてのクオリティはめちゃめちゃ高いと思うんだよね。君は心が綺麗ですね。ここに入ってくるね、この言葉の重み。めちゃめちゃいいですね。素晴らしい。シュッ、うお、すげえ、なんじゃこれ。柱の方たちがいる。煉獄さん、天元、忍、義勇さんの立ち絵の集合絵となっております。天元とか義勇さん、煉獄さんとかもね、結構見切れてる部分もあるんだよね。
うわすげえ、めちゃめちゃいいねこれ。うわすげえ、柱の方たちのお名前とアップ絵ですね。シークレットやかな。うわすげえ。ワンボックスに1枚だとしたらこれかなりやばいぞ。全種まあまあまあ4ボックスあるからなんとかそれぞれ違うカードで来てくれればっていうところなんですけれども、まあとにかくね豪華です。それぞれのパッケージが3種類あるんですけど、下に切り込みを入れて保管用に取っておきたいと思います。ではいきます。シュッ、うおー天元、うわすげえかっこいい。他のキャラクターと比較してみても少し縮小しているような、印象も受けますね。やっぱそれだけねこうキャラクターをね引き出したいという、制作側の思いがあるのではないかなと思うんですけれども、派手を司る神、祭りの神だ。うわすげえ、すごいね、キャラクターカードめっちゃ出てくれるね。シュッ、うわすげえ、忍が出た。忍の、羽織のカラーリングをそのまま彩色してくれております。ここも綺麗だね。そしてキャラクターの周りに来る蝶々は完全にシルバーの白押しという、いやこの使い分けめちゃめちゃいいよ。こんばんは、今日は月が綺麗ですね。いいねこの字体の入り方。シュッ、おーすげえ、炭治郎と天元だ。素晴らしいですね本当に。うわすげえ派手を司る神、祭りの神だ。あ、さっきも書いてあったよねこれね。デフォルメチックな表情も描かれている。すっげーなこれ。ノーマルとレアの枚数がかなりを占めてるので総数26だと思うんですけど、そっかそっか、逆にそこを引き当てるのが難しいのかな。いきます。シュッ、おー伊之助かわいいね。伊之助もドヤな感じなんだよね。この筋肉のつき方、もう初期に比べてさ、アニメもさ、さらにまた筋肉質になってるような気がするんだけど、めちゃめちゃかっこいいね。ちょっとつ猛進、ちょっとつ猛進。伊之助らしいですね。おぉ、煉獄さん、うわ、すげえかっけ。いやー、すごいね。もう神々しいよね。グータッチの煉獄さんですね。背面の模様はこう、波々模様のようなね、感じになっております。いやーこれ煉獄さんとかももう一枚ぐらい欲しいよね。ここにいる者は誰も死なせない、もう一つ一つの言葉が身に染みるよね。すごい、これでレアなんだもんね。カードのねこの使用感というか引き立たせ方が本当に上手なんだよね。シュッ、おーすげえ、炭治郎と伊之助、飛び散ってるのは M の触手かな。伊之助のね全力感。場面者、あ、炭治郎が多いです。ここに伊之助がねいてくれたらちょっと嬉しかったかなと思うんですけれども、俺の家族を侮辱するな。シュッ、おーすげえ、なんじゃこれ、無一郎くんだ。ティザービジュアルすげえ綺麗、もうね美しい。めちゃめちゃかっこいいね。上部にあるのは笹の葉かな。そうそう、ティザービジュアルのねこの背景のね、グラデーションのかかり具合とかっていうのもねすごい綺麗なんですけど、殺し用がね、こう付け加えられることでね、またこう、浮かび上がってくるようなこのキャラクター。すごいね、今まで見てきたこの無一郎くんのティザービジュアルとはまた一つ違う感覚で見ることができますけれども、邪魔になるからさっさと逃げてくれない。刀鍛冶の里編のセリフが、ここで入ってくるわけですね。いやー、すごいかっこいいね。シュー、4名爆誕してる。やべえ、めちゃめちゃ。すげえ可愛いですけど。みずりちゃんのカードだけ A4 サイズぐらいにしてくれないかな。いや、すごい可愛いね。このね、メタリック仕様とね、またみずりちゃんのこの髪色と瞳の輝き具合がね、そう、もうすごいね、キラキラして見える。あ、ちょっと足元も見える。ここはダメだ、ね。あ、もうめちゃめちゃ可愛いんですけど、後ろ、あ、背面はなんかみずりちゃんまた色濃く描かれてますね。甘露寺みずりは、覆面ぼっちを応援してるよーって。ありがとう、みずりちゃん。いや、もうこれレア枠じゃないよ。もう僕にとってはもうグランドレアだよ。え？な、GR です。今日もう良くないこれです。シュッ、おーすげえ、これシークレット枠じゃない。え、ワンボックスに2つ入ってんの？かまぼこ隊プラスカナオの、立ち合いの集合絵ですね。ここで2つ来てくれたってことは、あと1種来てくれれば、シークレット枠も必然的にもう揃うことになってしまう。やばくない？え、このボックス、紙ボックスじゃない？天元の腕が見える。うわ、これ一枚絵になるやん。ここが端だよね。きっと、こっちに繋がってくるんだよね。右方向を歩いているようなキャラクターが多かったりするので、多分炭治郎たちを先頭にしてこう、並んでいくような感じになるんじゃないかなと。うわ、すげえ。やばし。はい、ではね、ワンボックス、ラストになります。いきます。シュッ、おぉ、行明さん。かっこいい。行明さんに五行が刺してるかのような錯覚を起こしてしまうぐらい
いやー、これはめちゃめちゃいいね。ああ、なんというみすぼらしい子供だ。かわいそう。ノーマルカードが5種。レアのキャラクターカードが、9種類。そしてスーパーレアのキャラクターカードが、4種類。シークレットのスペシャルカードと呼ばれるものが2種類ということで、ノーマル枠は全12種類あるんですけど、ワンボックスに5枚しかないからね。これはこのまま行くとノーマル枠が結構厳しい戦いになりそうな予感がします。はい、ということでね、2ボックス目開封していきたいと思います。あと15種類なんですけれども、まあおそらくここからね、もうダブリ枠と呼ばれるものがまあかなり多くなってくるんじゃないかなというふうに思いますけれども、全力で行きたいと思います。あれ、カードどこにあるんですか。行きます。おー、ねずこ、かわいい。いや、とても可愛らしいね。後ろでね、組んでいる手元なんかもしっかり見ることができます。すごい可愛い。セリフが入っておりません。ここもまたね、ねずこのキャラクター性をね、カード1枚でこうやって表してくれてるような感じがしますけれども、おー、すげー、ノーマル枠だ。はい、炭治郎と天元のアップ絵ですね。二人のね、この表情がすごいいいんだよね。あっけ、めちゃめちゃいいね。失われた命は回帰しない、二度と戻らない。両サイドにダキがいるっていうね。はあ、ここの配置もいいですね。ここのだからノーマルカードの比率がすごい少ないから、うまく2ボックス目で集めていきたいところですね。いきます。シュッ、おー、煉獄さん、うわ、すげえ、めちゃめちゃいい。いきます。シュッ、うおー、炭治郎と伊之助。おお、義勇さん。しゅ、おお、伊之助。しゅ、おお、すげえ、シークレット。そうだよね、シークレット枠も2種類は入っているとしたら、もう1枚でコンプリートなんですけれども、いきます。しゅ、おお、行明さん。ワンボックス目になんか内容似てないか。大丈夫かな。いきます。しゅ、おお、ダキ、牛太郎。しゅ、おお、忍。あれ、今のところ新規で来てくれたの2枚だけなんですけど、もう半分になってしまいました。おお、善逸、かわいい。やった、ありがとうね。ちょっと透かしてみると、はい、善逸の鱗模様がね、浮き上がってくるような感じ。ねずこちゃんは俺が守る。いいね、この一言もね。オッケー。おお、初めて出るねずこだ。人間時代のねずこと鬼になったねずこ、こちらが背中合わせになっているような絵柄となっております。人は守り、助けるもの、傷つけない、絶対に傷つけない。素晴らしいですね。回想シーンですね。すごいね。よし、来てくれた。逆にノーマルカードが貴重なんだもんね。いきます。シュッ、おー、すげー、ノーマルだ。はい、こちら無限列車編からのイラストになりますけれども、赤座と対峙するかのような感じで煉獄さんが描かれている。ただただ見ることしかできないこの炭治郎のね、心情的なところが現れたこのイラスト、もう素晴らしいですね。お前も鬼にならないか。赤座のセリフが描かれております。それに動じることない煉獄さんのこの表情。うーわ、すげえ、出た、天元。遊郭編のティザービジュアルをねモチーフにしたこの天元、めちゃめちゃかっこいいね。天元のきらびやかさっていうところもね、めちゃめちゃいい感じで出て、今噛んじゃった。噛んじゃったけど出ております。やっぱ天元にはね、ホログラムがぴったりだよね。こっからはド派手に行くぜ。素晴らしいですね。スーパーレアになります。うすげえ。新規で今6枚来ておりますね。シュッ、おー、カナオ、かわいい。今回のね、タッチ絵のカナオの表情っていうところもね、うちに秘めたる部分っていうところ少しずつね、少しずつね、こう外に出せるようになってきたっていうところが、このね、表情からでもね、わかるんじゃないかなと思います。あ、でもセリフはあれなんだ。全部どうでもいいから自分で決められないの。いや、もうここはもう決められている、あの時のカナオです。はい。はい。シュッ、うーおー、出た、シークレットかがな。3枚目のシークレットになります。僕にとっては一番たまらないカードではないでしょうか。聞かれてもわかんないよね。いや、おばみつがいるんだもん。これはすごいいいね。みつりちゃんもね、元気に、イエーイってやっておりますけれども。イグッティもめちゃめちゃかっこ、あ、そうだ。イグッティまだ出てないよ。最近ちょっとイグッティ率が少なくなってきてますからね。スーパッシュ。この1枚絵めちゃめちゃすごいね。たまらんですね。うわ、すげえ、めちゃめちゃかっこいい。いきます。シュー、みつりちゃんっていうか、もう嫁爆誕してる。めちゃめちゃ怖い。うわ、すげえ。かわいすぎるんですけども、みつりちゃんありがとうございます。こちらのみつりちゃんはね、先ほど来てくれておりますけれども、みつりちゃん、お願い、イグッティを、連れてきて。まだイグッティ来てないんだよ。ボッチさん、大丈夫だからね。ボッチさんのために、イグロさん、
呼んでくる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シュッ、おー、すげえ、ノーマルカードだ。うわー、すごいいいシーンやん、これ。天国さんは牛鍋弁当。ここもすごいいいんだよね。なんか本当に記念撮影を撮ってるかのようなね、このシーンのね、描き方、めちゃめちゃいいよね。この煉獄の若き炎刀がお前を骨まで焼き尽くす。うわ、すげえかっこいいんですけど。日輪刀をね、賢ってこう、抜刀する瞬間もね、描かれております。うわ、すげえ。シュッ、おー、天元。2ボックス目、ラストです。いきます。シュッ、うおー、無一郎くん。スーパーレアです。新たにゲットした、ノーマルカードが4枚。レア枠のキャラクターカードが3枚。そしてスーパーレアが1枚。シークレットが1枚と。プラス9です。現在29種揃っております。あと6枚、2ボックスで、いけるんじゃない？よし、あれ、3ボックス目、行きましょう。シュッ、おー、煉獄さん。うわ、すげえ。行きます。シュッ、おー、炭治郎と伊之助。シュッ、おー、今、声が枯れちゃった。裏返っちゃった。見るたびに驚きを隠せないんだよね。行きます。シュッ、おー、妙面爆弾の方がかわいい。頑張ってね、ぼっちさん、撮影。立ちほちょっと変わっちゃったけど、みたいな。ありがとうね、みずりちゃん。まんま同じボックスってあるのかな？いきます！シュッ！おお！シークレット！こちらも先ほど来てくれております。これめちゃめちゃいいんだよね。そう、シークレットはもうね、全部揃ってるので、あとは、他です。他です。いきます！シュッ！おお！行面さん！シュッ！おお！ダキと牛太郎！あれ？本当にこれ、なんか2ボックス目と全く同じなんだけど。シュッ！おお！煉獄さん！シュッ！おお！サネミ！かっキャラクターカードはまだリュウさんとイグッティが来てないんだよね。シュッ、おー、ノーマルカードの炭治郎とルイくん。シュッ、おー、天元。シュッ、おー、カナオ。シュッ、おー、イグッティとリュウさんどんなになってるんや。いきます。シュッ、おー、すげえ、シークレット、かっけー、やばここ、やっぱここで来てくれるんだね。めちゃめちゃ嬉しい。単体イグッティ単体のカード欲しいんだけど。ありがとう。あれ、でも今のところ新規で獲得できているカードが全くない。やばい。いきます。シュッ、おお、ネズコ。シュッ、おお、無限列車。無限列車からのキービジュアルというかね、書き下ろしのデザインですけれども、やばくないか、大丈夫か。大丈夫か。いきます。シュッ、おお、天元。ちょっと、いきます。シュッ、おお、忍ぶ。全然来る気配がない。いきます。シュッ、おお、伊之助。かわいい。3ボックス目、ラストになりました。いきます。シュッ、おー、炭治郎と天元。いよいよ4ボックス目ラストになりました。今のところ29種、はい、現状変わりません。あと6種でコンプなんですけど、1ボックスで新規6種なんてある？いやー、ちょっと待って、イグッティのキャラカードすらもないってやばくないかな、これ。大丈夫か。ラストですね。行きましょう。シュッ、おー、善逸。シュッ、おー、シュッ、おー、禰豆子。シュッ、おー、天元。シュッ、おー、カナオ。シュッ、おー、シークレット。やった、またここでイグッティ来てくれるんだね。いや、イグッティ、ちょっと、お願いします。単体で来てくれてないから、まだ。シュッ、おー、みつりちゃん、もうすごいやん、もうめっちゃ来てくれるやん。私が来ちゃダメかな。いや、全然そんなことないよ。もうありがとう。もういいや、終わろう動画。このまま二人で、朝日を見に行こう。シュッ、おー、こちらも来てくれております。シュッ、おー、天元。封入率はどんなになってるんや、これ。シュッ、おー、無一郎くん。シュッ、おー、天元。シュッ、おー、炭治郎。シュッ、おー、無一郎くん。もう無理じゃないこの展開。いきます。シュッ、おー、ギフさん来て。めちゃめちゃかっこいい。あ、しまった。しまった。違う、間違えた。ギフさんさっき来てくれてた。もういっぱい開封しすぎておかしなってる僕。開けてしまった。何かのトラップに陥っている。シュッ、おー、忍ぶ。はい、もう残りあと5枚です。もう、コンプなりません。いきます。シュッ、おー、シークレット、新規で来ているカードが全くないっていう、この展開。いきます。シュッ、おー、義勇さん来てくれた。やべ、これは正真正銘初めてだ。やっぱり背面のゴールドがね、でも際立つような感じになっているので、威圧感みたいなところもね、ちょっと感じるんじゃないかなと思うんですけれども、すげー嬉しい。もう何よりも嬉しいよ。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。いやー、ここはもう本当にもう名言ですからね。ありがとう、義勇さん。残り5枚だね。5枚なんですけど、ウェハースは、残り3袋なので、もう無理なんですが、諦めずにね、ちょっと、イグッティ、本当にちょっと待ってくれ。これ来てないよ、まだ。いきます。シュッ、おー、煉獄さん、かっけー。いやー、ちょっとね、痛々しい
お姿ですけれども、赤座と対峙している煉獄さんが描かれております。炎のね、色合いの出し方とかね、髪色のね、この明暗のついた感じ。いやー、もうまさにこれ、紙イラストですけれども、陶器や気迫がみなぎっているようなね、そういったところもね、この一枚絵から感じ取れるんじゃないかなと思いますね。俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。すっげー。これでノーマルなんだもんね。4種で、コンプリートなんですけれども、残すは、2袋です。イグッティ、お願いします。いきます。シュプー、来た。もう本当にもういつもイグッティさ、そうやって困らせるんだから。やべ、投げてきた。めちゃめちゃかっこいいんですけど、もうやばしだよ、もう。ほとんどイグッティのアップへと言っても過言ではない、このメタリックカード。もう最高だよね。背面のところは、ちょっとストライプ柄というか、まあ、斜線がね、こう引いてあるような感じなんですけれども、もう、ネチネチ感すごい出てる。もう、本当にイグッティもかっこよすぎるよ、もう。前はうるさい。もういいよ。イグッティになら何言われてもいいよ。もうすごいもん。もう本当に嬉しいんだもん。ありがとう、イグッティ。こういう時にもう絶対来てくれるから、本当に好き。なんか指黒くなってしまう。なんで?あなたを押していてよかった、本当に。もうありがとう。うわ、すっげえかっこいい。信用しない。そもそも鬼は大嫌いだ。僕はイグッティが大好きです。ありがとうございます。いや、もう僕にとってはこれもう、HR、ハイパーレアです。もうすっかっこよすぎる。ありがとう、イグッティ。やべない。やべ。止まらねえ、涙が。はい。ということでね、正真正銘、これがラストになります。でもキャラクターカードはコンプリートしたんですけど、スーパーレアですね。まだ1枚来てないんだけど、一体誰なんだろう。みつりちゃんのティザービジュアルとかじゃないの。ちょっと待って。シュッ、ちょっと待ってくれ。こんなことってあるの？もう。やべえ。みつりちゃんのティザービジュアル。これスーパーレアですよね。四つ葉のクローバーがね、すごい全体的にあしらわれてるんだけど、もう輝き方が半端ない。いやーもうほん本当に美しい。もう本当にもうすごい。すごくない？最後の最後でオバミツ連続で来てくれるの？そう。神がかってるよ。白押しのね、このきらびやかさっていうところで、またさらに、天真爛漫さのね、みつりちゃんっていうところがね、現れているんじゃないかなと思いますね。すんごい可愛いんですけども、やばし。私、いたずらに人を傷つけるやつには、キュンとしないの。僕は、みつりちゃんを傷つけません。ちょ。いやー、すげー。いやー、もうありがとう、いずれちゃん。すげー。新規で獲得できた、ノーマルカードが1枚と、レア枠のキャラクターカード、そして、スーパーレアの、みずれちゃん、4枚。ということで、4ボックス開封しまして、レア、スーパーレア、シークレット枠は、全種コンプ、そしてノーマルカードは、ナンバリング1、2を残す、結果と、なりましたので、33枚ゲットすることができました。4ボックスでも無理なんや。やっぱりね、予想通りノーマル枠を揃えていくのがかなり難しいということが分かりました。レアから上の枠がね、まあ余すことなく、ね、封入されているっていうところを考えると、キャラクターカードを揃えていくだけだったら、まあすごいね、優しい。今回のウェハースの第7弾ではないかなと思うんですけど、全種コンプを目指すとなるとね、きつい。ノーマルカード2枚なのでね、まあなんとかして、全種コンプをね、もう追いウェハースはやらないですけれども、揃えていきたいと思っております。いや、カードとしてのクオリティは本当に高いです。まあね、新規の立ち絵、もうティザービジュアルとかね、いろんなところも余すことなく、カードを全体にね、表現してくれておりますので、もうね、もうゲットされてる方もほぼです。だと思うんですけれども、気になる方はぜひ、コンプリートもキャラクターカードもね、ゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。